梅里水化号の山手線が走ってるはずなんですけど、新幹線見てて取り忘れちゃって、ちょっとね痛恨のミスですわ。新幹線を見てて取り逃すっていうね、このアホさ加減ですよ。モバイルスイカ号山手線2本走ってるはずなんですけどね、もうすぐ来るんじゃないかなと思うんですけど、まあ一周してくれば来るんですよ。1時間かかりますけど、そこまでやってられないんで、まあ適当に撮ります。いやそんなことやってからまたダメなんだよ。これも引退しちゃうっすよ、そろそろ。これ改装なんであれですけど、こうやってさっき 山手線をね取りそびれてますから。何編成これ、 J75 編成で、はい。あーまだついてない、こんな感じですよ。被写体が多すぎてもう困る。トップナンバーが分かるかどうかは分からんですけどね。最後の後端部のとこ見るしかない。分かるかこれアップにして。絶対分からんだろって話ですよ。おい常磐線の車両が来ましたって。回送だね、東北本線走ってるんで。沖車両センターに突っ込む感じかな、回送電車を。これ東北本線ですから。違いそう。あれ輝けか時か分からんす。回送です、すいません。側面のオレンジに、ああかぶっちゃった、あかぶっちゃったよ、かぶっちゃった、かぶっちゃった。オレンジついてる、オレンジついてんのにかぶっちゃってますから。もうちょっとバックです、バックドドーン、プレゼント。ドーンって、はい、ポイントドーンって。これね2本だけ走ってますから。はい、日によって内回りと外回りと違ったり、内回りだけだったり外回りだけだったりしますけど、とりあえず2編成だけありますから。はい、ドーンとプレゼント。JR 北海道の車両か、分かんないな、時刻表見てないんで分かんないですよ。ラベンダー、おーラベンダー、 JR 北海道さんの車両です。ラベンダーなんで、ラベンダーラインはなんだ、 H5 系。はい、お疲れ様でした。